はい、どうもクラウドです。久しぶりにめちゃくちゃため撮りしてます。はい、それはいい部屋なんでです。はい、いい部屋があることは珍しい、うん、そして僕がため撮りすることも珍しいということでございます。はい、問いつつし、うん、息をするようにミスりましたと。いや、赤さんが暴走してるね。赤さんが暴走してて、惜しいな。もうちょっとで取れたんだけど、スリスト。うん、潰しちゃってくれた。はいはいはい。あ、というわけで、はい、タイトル名を言うの忘れてましたが、VR6 万いったんで、あ、しまった。しゃべりに夢中になってたら、ミスりましたと。VR6 万いったんで、投げて、マリオカート7をしましたじゃねえな。まあ、VR6 万突破ですね。はい、サブアカというタイトルでございます。もう、もう、俺が当たるの悪い？裏くれ。よし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 。いい子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 。素晴らしくしていくよ。さあ、トゲゾーどうする？これ。なんか1の人めっちゃ急にバッて下がってきたような気がする。さあ、いや、君やつをしてくれ。さあ、これでやっと俺の1位。いやー、さっきまで勝てなかったんだよ。変なことしてたからね。うまい。あー、うまかったのに。うまかったのに。それはダメだ。それなら当てない方がよかった、普通に。もったいないことした。研ぎきたら、いや、ちょっと待って、赤さんは。あー、でも大丈夫だ。ラッキー。あー、サンダーは無理。おい。おい。当たんねえ。サンダー無理だけど、アイテム5とかで回避いなかったらいいんだけど。いや、俺のタイミング、ナイス。これはナイスタイミング。あと、トゲゾーなかったら勝てる。よしよしよし。え？なんか回避してんのこれ。ラグいの？あ、ラグいの？なんか食らってる。そんな食らう場所あった？ここ。何で被弾した？ラグい。あ、まあ、このコースラグいからな。うん、なんかたまに1位パッと出るときとかあるからね。こういうのは珍しいと思うけど、これ俺何位なの？今順位判定されてないけど、ワンチャン2説あるよね。やめてほしいんだけど、ああ、1位だ。ラッキー。ラッキーなんか。というわけで、いろんな動画を撮ってたら、まあ、もう100もくらい上がりそうですって感じですけど、はい。めちゃくちゃいい部屋なんで、この部屋で走っていきたいと思います。はい。もうちょいレートを盛りたいと思います。はい。というわけで、2列目、ここもですと。今、見たんすけど、はい。5万突破したのが10月14日らしいっすね。はい。まあ、割と早いペースで、1ヶ月、ん？ 1 年、ちゃう、1週間、ちゃう、1ヶ月、もう、絶対死ぬと思って、もう、話もぐちゃぐちゃになったわ。はい、1ヶ月と1週間じゃねえな、10日か。で、まあ、1万、増えたみたいですね。結構早いペースだったけど、いや、そんくらいやってたからな。ちょっと最近サボってたけど、それまでは結構やってたし、まあ今途端に、ああ使うべきだった、うん、今のスターの挙動好き。無敵時間がないせいでああいう感じになっちゃうという感じでしょうか。え、違うのか。まあいいや、そこら辺の検証はまたいつかするかもしれません。と言いつつ全くしておりません。さあ、運営誰も当たらず、クソ詰まってんのか、これは。1位はどこにいるの。ああ、めちゃくちゃ詰まってる。いや、マジでいい部屋なんだよな、この部屋。うん、マジでいい部屋だから、ちょっと頑張って潰れないでほしいな。さあ、これは4割、ナイス4割、7がワンチャン出る。さあ、ね、押し合いに負けたくなかったので使いましたけど、いやー、キラーで、キラーからあれ、スイスもらいたかった。そういう動画も作ったんですけど、しょうがない。本当にない。あー、6割でもいいんだよな、これ。6割でいいです。はい。ゴミが詰まってた。俺のボックスには。やめてください。僕にはイカくんしかいないんです。スプラトゥーン3、本当発売中。発売中ではありません。発売する。よ。さあ、5割。弱いねー。あほほほほ。
ひどい。ひどいよ。泣き面に蜂です。はい。そんな。それしか貸し目はなかったけど、ここ出し番があるからな。4位か。サンダー最強。キラーも強かったね。キラーも、キラー取ったおかげで3位になったからね。なんだっけ。あ、まあ、1ヶ月と1週間じゃなくて10日で、どうやら今回はね、1万増えたけど、今後はどうなるんでしょうか。はい。はい。というわけで、まあ、これラスリーにしようかな。3レース目だけど。で、また VR を見に行こうみたいな感じにしようかなと思います。はい。にしてもこの海外の方が強かったな。なんか最後ウィーニングっぽい動きするけどね。ちょっと意地悪だけど。実力はかなりあるということで。はい。その後の行為があれじゃなかったら、もっと評価は高かったんですけど、まあ僕に嫌われてもどうでもいいかみたいな感じですけどね。まあ、どうでもいいわ。人の、他人のことなんで、このゲーム考えてたら負けるんで、終わるんでね。当たるんだな。なんか。まあこのまま行くしかないかな。コインが少ないんで、ちょっと集めてからの、まあ、これ全部集まるかな。いや、ラスリーくらい、1位取って、いい感じで終わりたいが、裏の人たちの相手も強いな、みんな。一旦、ごめんなさい。俺がグダったせいでごめんなさい。ああ、ごめんなさい。ああ、本当にごめんなさい。僕のせいですね。よし、ナイス。赤コーラ引け。やべえ、ガチで、クソムーブかましてるわ。さよなら。ただ、トゲ回避はできたかな。マジでクソムーブかました。くだったせいで。あ、これの方がよっぽどひどいか、ウィーニングするより。すいませんでした。本当に俺が下手すぎたせいで、こんな始末にしてしまって、このゲームを怪我してしまって、大変すいませんでした。こんなミスをしても1位を取れる神ゲーマリオカード7、ぜひ皆様遊んでみましょう。本当に、ゴミかすって言われそうです。はい、すいませんね、本当に。というわけで、まあ、見に行きましょうか。どんくらい上がったか、一応。はい、というわけで戻ってきましたよと。前回のが5万2で、今のが6万112ですけど、まあまあ、そんな誤差はどうでもいいかなということで、東京のドリフトキングからドルフィンに変わりました。なんかドルフィンの方がかっこよさそうなんで、別にいいんですけど、まあ、いや、トップレーサーの方がかっこいいという。はい。あ、ちなみに東京住みです。はい。東京の目黒区3丁目に住んでます。なんかパッと出てきたのがそれでした。よくわかりません。はい、というわけで勝ち数は 18,675、 前回が 14,867、 だいたい4000くらいかな、増えたって感じで、負け数が 6,123、負け数 4,958、 まあ2000くらい増えたか、まあそんなもんか。だから4と2だから、なん、どんなくらい計算できませんけど、あ、6対4だから、そんな勝率よくねえじゃんっていう話か。え、合ってんのか。え、違うか。あ、違うな。え、違うわ。あ、ごめんなさい。全然違うわ。それなら8、4になるから関係ねえわ。4、2でしょ、まあ、わかんねえや。なんか、そこら辺考えたい人は考えてください。コインがだいたい6000枚くらい増えましたね。まあ、前回のやつとサムネのやつと比べたい人がいたら比べてくださいということで。え、勝率下がってんのかな。まあでもそんな上がってなさそうだなっていうのはありますね。はい。ここ最近の追い上げとしてはね、朝の、バトルじゃねえ、レースじゃなくてバトルの方で、なんかいい感じの部屋が当たるんですよね。なんか、いい感じの美味しい部屋がね、あるんですよ。たまにね。だから皆さんもね、レースばっかりやっとらんと、たまにバトル見に行ったら、ちょっとなんか変な部屋だけど美味しい部屋があるから、まあ覗きに、まあ、稼ぎに行ってもいいんじゃないかなと思うよ。俺もたまに稼いでる。ちなみに今日200くらい稼いでったような気がする。まあもうね、手段なんて問えないんでね、チーター、ね、チート使わなかったら何でもありなんでね、チーターに協力してもらうのはどうかと思うけどね。まあ分からんわ。そもそもチーターとか妨害がいなかったらもっとね、簡単に上げれるゲームっちゃゲームなんでね。はい。人さえいたら
そしてレートが高い人たちがいたら簡単に上がるからね、このゲーム。マイナスが少ないからね、マイナスが少なくてプラスが多いからっていうのもあるからね、うん。まあでも現環境的に厳しい、結構難しいっちゃ難しいんで、まあこっからどうなるかっていう感じですね。はい、僕もまあ、はい、今後も、まあ、カンスト目指すんかな。まあ結構大変になりそうな気がするけど、まあ頑張るんじゃないですかねと思います。はい、まあ、皆さんもカンスト結構間近の人たち、まあ6000、5万後半くらいの人たち結構多いイメージあるからね、その人たちでね、レート高め合っていくのは結構ありだと思うからね、そのまんま、僕と一緒にカンスト目指してほしいなと思います。はい、まあね、セブンのオンラインサービス、まあ任天堂ネットワークが終わるまでに、まあ、カンストできればいいかなという感じですね。はい、まあいつ終わるか分かりませんが、はい、というわけで、VR、セカンドアカが VR6 万突破したよという動画でした。ありがとうございました。